こんにちは。キャンキャンという雑誌があったと思います。あの、ファッション雑誌なんですけども、まあ、実はね、こういうところにも私はね、あのー、目を張り目ぐらさせているんですけども、吉田さんが言ってた中国の格言に似たやつがあったんですよ。というのがね、キャンキャンの特集で、若い頃にやっておけばよかったランキングみたいなのがたまにあるんですよ。で、トップ20まで発表されたりするんですけども、で、その記事の締めくくりにね、この記事を読んで、ああ、若い頃やっておけばよかったなーって思ったあなた、 次のチャンスは今なんですよっていうふうに締められてるんですよ。なかなかね、いい記事の書き方するなと思ったんですよ。まあ、まずはね、多くの人の共感を呼ぶために、若い頃に運動をやっときゃよかったとかね、若い頃、勉強をやっときゃよかった、若い頃にもっと自由にやればよかったとかね、えー、もっとちゃんと家族と話し合えばよかったいろいろあると思うんですけども、でもそれを後悔して終わらせてしまうんではなくって、あ、だったら今、それをやったらどうかなっていうふうに最後にメッセージを出してるところなんですよ。で ほとんどの人はそれでもやらないと思うんですよ。どんなチャンスに見舞われても、どんな、あまあ、おすすめがあってもね、やらないんですよね。でも、それでも、たった一部の人がそれをやるんですよ。だから、いつもうまくいくのは一部の人だけなんですよね。うまくいくのはどういうことかっていうと、やった人なんですよで。ほとんどの人はやってない、もしくはやったというレベルまでやってないんですよ。ちょっと一歩進んで、北海道まで着くかなと思って、北海道まで行かないわけじゃないですか。 足一歩を進めたぐらいで,はでも電車を乗り換えたりとか飛行機に乗ったりしてあーだこうだとやれば着きますよねそれと同じことじゃないかなと思うんですよ。まあ10年前に北海道行っときゃよかったねって思うんだったら今日行けるじゃんって話なんですよ。今日北海道行きもしくは他の目標や夢に向かって何かをする時に邪魔になるものって何かあるかなってことなんんででですすよよ多分ないんですよねあったとしてても工夫次第で乗り切れて行けるんですよ。 そうやって自分で無理だと思ってやらないのかそれともどうやったらできるかなっていうふうに頭を使うのかが大きな分かれ目なんじゃないかなと思いますけどね。じゃあいってらっしゃい。